来た来た来た、最新情報ということで、なんと今回はですね、鬼滅の刃無限城編に関する最新情報が入ってまいりました。さあ、そしてそんな情報なんですけども、まあ、こちらということで、なんと海外からのリーク情報、鬼滅の刃無限城編がなんと映画化決定ということで、まあ、複数にわたって映画化ねされるみたいなんですよ。はい。で、まあ、この情報正しいのか正しくないのかはね、まあ、現在公式からの発表がないので、まあ、まだ分かってはいないんですけども、まあ、海外のね、まあ、リーク情報っていうのはいつもほぼ間違っていないので、まあね、確定と、まあ、言ってもね、いいんじゃないかなと思っておりますね。さあ、そしてそんなリーク元なんですけども、まあ私リーク情報元も、まあ、確認いたしました。で、まあこんな感じで、まあ、リーク情報が漏れていたみたいなんですが、まあ海外のですね、まあ中国の、まあ、SNS みたいなところで、まあインフィニティキャッスルがムービーとね、いうことで、まあおそらくですね、海外のアニメの外注先で、まあ漏れた、まあ情報なんじゃないかなと思っておりますね。まあ中国となるとですね、まあアニメの外注元っていうのが、まあだいぶ濃厚になってくるんですけども、まあその場合ですね、まあおそらく無限城編の、まあ、予告 PV を、まあ、作っているからこそ、まあ漏れた情報なんじゃないかなと思っております。まあつまりはですね、現在柱稽古編の、まあ、情報解禁も、まあ近々あるんじゃないかなと、まあ、私は思っているんですよね。だから今回漏れた無限城編の映画化と、まあ、いうことで、まあ、かなり濃厚なね、まあ、線なんですよ。はい、ということで私はですね、ほぼ確定で、まあ、この情報は正しいと、まあ、思っているわけなんですけども、まあ、今回ですね、そんな無限城編が映画化されるとしたら、おそらく3部作ということで、まあ、内容予想を考えてきたんですけども、まあ、こんな感じとなりそうです。さあ、まずはですね、パート1、原作140話から156話、海学戦、そして赤座戦と、まあ、書いているんですけども、まあ、全17話。まあ、そちらがですね、パート1として映画化されるんじゃないかなと思っております。さあ、そしてパート2がですね、157話から163話ということで、銅馬決戦編ですね。まあ、全7話なんですが、まあ、内容がだいぶ濃いので、まあ、こちらも映画化されそうです。さあ、そして164話から180話。こちらがですね、パート3として、まあ、国死亡戦でございますね。まあ、映画化されそうですね。まあ、はい、ということで、まあ、具体的に内容を見ていきたいなと思うんですが、まあ、まずはパート1ですね。前編なんですが、140話から156話。内容に関しましてが、まあ、まず、ドーマ VS 胡蝶忍ですね。もう本当に無限城編が始まってすぐに、まあ、描かれる内容なんですけども、まあ、これがね、だいぶやばい内容となっておりまして、まあ、こちらテレビでやるには本当にもったいないぐらいの、まあ、素晴らしい内容となっております。まあ、これがね、本当に楽しみですよね。さあ、そしてそんな戦いの後に見られるのは、海学 VS 吾妻善逸ということで、上弦の6との戦いが、まあ、描かれてまいりますね。もう本当に吾妻善逸がね、一番輝く回なんじゃないでしょうかね。まあ、こちらに関しましては、私のチャンネルでも、まあ、300万再生された、まあ、ファンアニメーションがありますので、まあ、それぐらい人気な内容ですね。まあ、こちらが、まあ、パート1の映画で描かれてきます。さあ、そしてメインディッシュの方がですね、なんと赤座 VS 炭治郎富岡義勇ということで、まあ、こちらがですね、私が一番見たい、そして皆さんも一番見たい、内容となっているんじゃないでしょうか。まあおそらくパート1の映画ではこの赤座戦の最後まで、
描かれてくるんじゃないかなと思っておりますね。まあこちらがメインディッシュ、主人公が、まあ、登場するね、まあ、内容ですので、いやーちょっとねこれは本当に映画で見たいです。はい、無限列車編の時もまあ赤座線っていうのがねまあ描かれてきたので、劇場版の方でね描かれてきたので、まあおそらく赤座線のクライマックスは映画で、まあ、やってくれるんじゃないでしょうかね。はい、ということで続いてパート2の映画見ていきましょう。さあパート2はですね、パート1と比べてそこまで長くはないんですが、まあ短編映画としてドーマ決戦編ですね、まあ大体1時間ちょっとの内容なんじゃないでしょうか。あ、ドーマ VS つゆりかなおということで、ね、これがね本当にえぐいんですよね。原作読んでいると技の数が尋常じゃないし、まあ、これに関しましては本当に映画でやらなきゃもったいないぐらいの、まあ、内容なんですよね。で、そして橋平伊之助ですね。まあこれがですね皆さん楽しみにしていると思うんですが、まあ橋平伊之助の過去編ですよね。まあ今まで明かされてきていないんですが、まあここでなんと明かされるということで初解禁なので、まあだいぶ内容としても本当に最高の、まあ、内容となっているんですよね。まあこれがパート2の映画でねやってしまえば私も大興奮というか、いやもう大人気確定なんですよね。まあはい、ということで、まあパート3のまあ最終編なんですが、まあ164話からということで、まあ国士坊戦でございますね。国士坊 VS 時と無一郎、そして姫島行明などが、まあ戦っていく、まあそんな、まあ内容となっているんですけども、まあ品津川さねみとかも、まあここで登場いたしますし、品津川玄也もね、登場するということで、まあ、だいぶ本当に今までの、無限上編の中でも、まあ、トップクラスの内容っていうのが、まあ、ここで描かれてくるので、もう本当これに関しては映画にしなきゃもっともったいないぐらいの、まあ、内容なんですよね。上限の1との戦いで、まあ、全17話ということで、原作からしても相当長いんですよ。まあ、そうなるとまあ、それはね映画としてやらなきゃ本当にもったいないよと、まあ、いうことで、まあ、こちらの国士坊戦の内容は無惨の登場まで描かれてくるんじゃないかなと思っておりますね。なお主人公の方はほとんど登場しない、回となっております。はい、はい、ということでまあ、こんな感じでまあ、劇場版は3部作によって、ね公開されてくるんじゃないかなと思っておりますね。無限上編はそれぐらいの、まあ、内容となっております。はい、でそしてですねそんな公開日なんですが、まあ、まずはね2024年の、まあ、秋から冬第1作目が公開なんじゃないかなと思っております。柱稽古編が2023年の12月から1月あたりの放送となり、そこから1年ほど空いたあたりで、まあ、劇場版が公開となるでしょう。で、そして遅くともですね、2025年までには、まあ、見られるでしょうということで、まあね、公開日に関しましては全然予想がつかないので、はい、まあ、公式からの情報を待ちましょうっていう感じですね。はい、ということで、まあ、そんな感じで、次回ですね、8月の26日、そんな無限上編の第一部作、の見どころシーンをすべて語っていきたいなと思っておりますので、ぜひともですね、ご覧ください。ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。